皆さんこんにちは。今回の動画はフレーズの練習シリーズです。はい。今回の動画もですね、ある曲の一部分を使って、練習していこうという感じの動画なんですけれども、今回の動画もですね、バンプオブチキンさんの曲を使わさせていただきたいと思います。流星群っていう曲なんですけれども、そこのイントロのアルペジオ部分をちょっと皆さんとやっていけたらなと思いますので、よかったら参考にしてやってください。4つの、こっちの4つの右手の指を使います。4つの指を使ったフィンガーピッキングになりますので、割と練習になるかと思います。早速ちょっとこんな感じっていうのをやってみますので、ちょっと聞いてみてください。っていう感じの、アルペジオ、8小節かな。8小節になるんですけれども、最初の4小節と、後の4小節は、一緒のことをやってますので、紹介4小節分やっていきましょう。それを繰り返すだけです。はい。で、まず、バンプさん、お決まりじゃないですけども、半音下げのチューニングでやってください。のチューニングで行きましょう。そして、ですね、注意事項というか、この、アルペジオをやるにあたってですね、僕がちょっと紹介させていただくやり方はですね、こちら右手に関する注意事項なんですけれども、これ、低音弦側、まあ、6弦ちょっと使わないんですけれども、6弦は除きましょう。じゃあ、5弦、4弦は親指を使います。イエーイ。で、3弦は中指じゃなくて人差し指を使います。イエーイ。で、2弦は、薬指を使います。イエーイ。はい、次で、ラスト1弦は薬指を使います。イエーイ。っていう感じの指の割り振りで僕はやっていきますので、まあ良ければそれを参考にしていただければ、全然違くても問題ないですけれども、そんな感じでやっていきましょう。早速いきますが、フレーズの種類としては、もうほんと2つのフレーズしかないです。で、最初やる、こっちのね、これを3回続けて、3小節分続けて、最後、っていうちょっと違うのにいきます。ので、2個紹介します。2パターンですね。最初、リズム的には、タン、タン、タンタンタタンタンタタン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 タタンタンタタン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 タタンタンタタンタンタンだなみたいな感じで割り振ってください。早速行きましょう。最初、ここの音ですね。4弦の3フレット。タン。そしたら、3弦を弾きます。次、2弦の1フレットを弾きます。で、そしたらですね、1フレットを弾いたら、ハンマリングっていう、弾かずに押さえるだけで音を出す、戦法を用いて。僕の場合はですね、こういう風な指を使ってるので、薬指行って、何も押さえずに行って、人差し指って言ってて、で、低音弦のこの3弦の音をちょっと伸ばしといてあげたいので、ハンマリングするときは、小指で、てん。で、行ってます。なので、トゥントゥン、トゥラン、タン、タン、小指オン。っていう感じです。タン、タン、小指オン。で、小指オンをしましたら、タラーンって行きましたら、次、1弦の開放弦。タン、タン、小指オン、開放弦、1弦の開放弦。うん。
で、一弦の開放弦を弾きましたらですね、ここ、ちょっと、スピードが速いっていうわけではないんですけども、ささっと、小指を外した2弦の1フレットの音を出してあげます。なので、いくと、タン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 、タ。タン、タン、タ、タン、タン、タ。小指外してあげて、2弦の1フレットの音を出します。1弦の開放弦を弾いたら、ちょっと早めに、2弦の1フレットを出してあげる。っていう感じです。で、ここまで来たら、ダン、ダラン、ダン、ダ。そしたらですね、低音弦に、4弦の2フレットを弾きます。ダン、ダン、小指オン、1弦開放、2弦1フレット。そしたら、4弦の2フレット。で、ここまで来たら、2弦の1フレットを弾いてあげて、で、3弦の開放弦に戻るって感じ。で、これを3小節。2回、3回、という感じでいきます。なんとなくわかりますかね。でですね、最後の3小節やって、最後の4小節目は、この2弦の1フレットをはずっとここで固定しておいていいんですけれども、開放弦、4弦の開放弦、リズムが似てます。って感じ。ちょっと最後ら辺が違うんですけれども、まず4弦の開放弦を弾きます。で、3弦の開放弦弾きます。で、2弦の1フレット。で、小指音。また一緒、小指音。で、1弦の開放弦を弾いて、で、また2弦の1フレットに戻る。ここまでは変わらない。で、ちょっと距離が遠くなりますが、距離が遠くなりますけども、5弦の3フレットを弾きます。こんな感じ。タンタタン、タンタタン。タンタンタラン、タンタタン。で、そしたら、次はですね、4弦の開放弦を弾きます。で、中指で、4弦の2フレットをオンします。ハンマリングオンします。で、最後の音。3弦の開放弦を弾いてあげる。こんな感じのリズム。トゥントゥルトゥン、トゥントゥルトゥンって感じ。タンタンタラン、タンタトゥンタラタン。で、まあ歌詞が続くわけなんですけど、まあこれを2回やってですね。2回やって歌詞が続きます。タンタンタラン、タンタタン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 。これを2回やるだけです。ですね。まあ、ちょっとここのですね、ハンマリングとか、やったりとか、あとまあ結構ですね、なんつうんですか、指が、遅いテンポなんですけども、指が結構、まあ、複雑じゃないか。まあでも割とちょっと動いていくので、あと低音弦をしっかり、低音の音を、その、小節内はできるだけ伸ばしてあげる。3フレットを下に弾きます。この2に移るまでですね。2に移るまで頑張って出しといてあげる。この2も伸ばす。あと最後もですね。開放弦。できればこの3、トゥンタラタンの3も残しといてあげたいです。で、次にまた3行くんですけども、薬指をちょっと使いますけども、ぜひ頑張って3フレット残しておいてあげてください。まあ低音源をこうしっかり鳴らすっていうのと、あとまあ、こっち最初に注意事項を言っちゃったので、こっちの注意は
あん、全然言わなかったですけれども、こっちもね、今何弦弾いてんだなって、何弦弾いてて、どの指で使ってるかなっていうのをしっかり、頭の中でこう考えながらやっていただけるといいかなと思います。テンポがゆっくりなので、まあ、それに合わせてこう、じっくりじっくり、練習していただければ、結構フィンガーピッキングの練習になると思いますので、ぜひ、一度、やってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで、今回の動画は、練習は終わりです。イエーイ。はい、今回の動画もありがとうございました。またよろしければ、チャンネル登録やグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。ね、ギター、梅雨ですけど、頑張っていきましょう。もう夏か？それじゃあ皆さん、バイバイ、またねー。